6月6日の世界の昔話、エンドウ豆の上のお姫様、アンデルセン童話。昔々、ある国に王子様がいました。王子様も年頃で、そろそろお妃を迎えたいと思いました。けれど王子様にふさわしいお妃は、本当の完全なお姫様でなくてはなりません。そこで王子様は世界中を旅して回り、どこから見ても完全なお姫様を探しました。ところが、どのお姫様も美人でなかったり、品がなかったりして、どうしても王子様のお眼鏡にかないません。王子様はがっかりして国へ戻ると、すっかり気持ちが沈んでしまいました。そんなある夜のこと、ひどい嵐の中を誰かが訪ねてきました。城の門を開けると、雨にぐっしょり濡れた一人の娘が立っていました。私は王子様がお探しになっている本当の姫です。娘がそう言うので、その夜は城に泊めてやることにしました。本当のお姫様かどうかはすぐにわかることですよ。王子様のお母さんはそう言うと、娘のベッドにちょっとした工夫をしました。まず、一粒のエンドウ豆を置き、その上に敷布団を20枚も重ねて、さらに20枚の羽毛布団をかけた上に娘を寝かせたのです。次の朝、お母さんは娘にベッドの寝心地はどうだったか尋ねました。すると娘は、眠そうな目をこすりながら、せっかくのおもてなしですが、寝心地が悪くて少しも眠れませんでしたわ、と答えたのです。お母さんはさらに聞きました。寝心地が悪いと言いましたが、どのように悪かったのですか？はい、ベッドの下に何かが入っていたのではありませんか？背中にあざがついてしまいました。お母さんは娘が本当のお姫様だと思いました。だって、たった一粒のエンドウ豆であざができてしまうなんて、ふっくらしたベッドでしか寝たことのない人に決まっています。こうして王子様は、やっと本当の完全なお姫様をお妃として迎えることができたのです。おしまい。